はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は商品を Amazon で販売して売れた、やった、その次のステップとして当然追加買い付けやさらなる商品リサーチを行っていくのですが、根本的に商売としてネット物販を行う際に最も肝心な考え方と言っても過言ではない利益額かける回転数の話をさせていただきます。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。今回のポイント3点あります。まず1点目、高く売ったからいいわけでもないし、たくさん売れたからいいわけでもないよというポイント。2点目、同じくらいの利益額が得られるのであれば、たくさん売ってその利益を得るよりも高く売ってその利益を得た方が仕入れコストが安い状態で同じ結果を生むことができるので良いよという話。3つ目、当然高く売ったら売れる頻度は下がりますが、その点を逆手にとって在庫が少なくなっている在庫緊張の商品に関してはあえて極端に値上げすることによって在庫切れを防ぐ、在庫コントロールを行うことができるよという点。この3点について具体的に説明していきます。1点目、高く売ったからいいわけでもないし、たくさん売ったからいいわけでもないという点について具体的に数値で説明させていただきたいと思います。ちょっと極端な例ですが、その点はご了承くださいませ。ある商品を10ドルで販売した場合、商品が売れるごとに通常 15%、 アパレルは17% の販売手数料をAmazonに支払う必要があります。パーセンテージですから当然完売価格によって変わってくる変動値ではあるんですが、10ドルの場合は 1.5 ドル嫌が応にでも売れるたびにAmazonに支払う必要があります。一方、固定値としてかかるお金もあります。当然なんですが、商品自体の代金や代行会社に支払う手数料、そして商品をAmazonから発送してお客様のお手元に届けるまでの配送代行手数料などがかかります。今回は分かりやすく5ドル固定費がかかると考えて計算していきましょう。10ドルで商品を売って、その 15% 手数料として支払って、さらに固定費もろもろで5ドルかかったとすると、利益は1商品あたり 3.5 ドルとなります。そして10ドルで販売した場合、80個1ヶ月で売れたのであれば、 3.5 ドル ×80 で1ヶ月280ドルの利益額となります。同様に20ドルで販売した場合、手数料が 15% の3ドル、固定費は同じですから5ドル引いたとすると、利益額は12ドルになります。30個売れたとしたら、利益額は1ヶ月で360ドル。同様に30ドルで販売した場合、そして1ヶ月15個売れた場合、利益額の合計は1ヶ月 307.5 ドルとなります。ここでよく皆さんが陥りがちな勘違いが2つあります。それが1つ目のポイントなんですが、80個も商品が売れた、やったーと売れた数を見て危機としてしまう方や、こんな高く30ドルで売れた、やったーと売れた金額を見て喜んでしまう方がいます。ただ一番重要なポイントは、あくまでも利益額かける回転数、要するに1ヶ月合計いくらの利益になったのかということです。そして商品の金額はそもそもある意味我々のさじ加減で決めることができるものですから、この3つの例の場合、合計の利益額を考えると、10ドルで売るよりも30ドルで売るよりも20ドルで売った方が良いということがわかるかと存じます。ただここで重要になってくるのが皆様のご資金なんですよ。そもそも商品を80個買い付けるのか、30個買い付けるのか、15個買い付けるかの違いもありますよね。よって資金がたくさんあるのであれば、当然一番利益額が出る20ドルでの販売が良いのですが、1ヶ月で30個買い付けるのがご資金的に厳しい場合は、この30ドルであえて売ることによって
って20ドルよりは売れづらいけれどもそれなりの利益を得るような状況に持っていくことができます。つまるところ何でもかんでも利益額が一番多ければいいだけではなく結局15個と30個であれば2倍お金がかかるわけですからご資金を考えてどちらの買い付けが良いかと決める必要があるということです。また例えば10ドルで売った場合と30ドルで売った場合1ヶ月の利益額が同じだったとします。両方同じ利益なのであればどちらで売ってもいいじゃないかと思う方もいますが2つ目のポイント結局たくさん売るということはたくさん仕入れる必要がありますのでそして仕入れコストというのは当然たくさん仕入れれば仕入れるほどお金がかかるわけですからご資金的にあまり余裕がない場合そして10ドルで売っても30ドルで売っても毎月の利益額の合計が同じ場合安くたくさん売るよりも高くちょろっと売った方が毎月の合計の利益額が同じなのであれば皆さんのご資金を圧迫しづらくなります。ここまでの話まとめます。どうしても売れた数だとか売れた金額に着目してばかりで1ヶ月合計どれだけの利益があるのかということがおざなりになってしまっている方が多いですしどうしてもたくさん売れただとか高く売れたという目の前の分かりやすい数値だけ見て一喜一憂してしまう方もいらっしゃいますが商品を販売した後も徐々に商品の金額を上げたり下げたりしてこの利益額×回転数の最大値はどこなのかということをそれなりに時間かけて調べてあげる必要があります。金額を変えると言っても1日ごとに変えたら統計のデータは出ませんから2週間とか1ヶ月単位で長い目で見て徐々に金額を変動させてみてどこが一番かというのを見出していくというのが一流のセラーの考え方かと存じます。初心者の方はご資金的に制約が多いことがありますから特にたくさん売れた場合に惑わされないようにしてください。そして3つ目のポイントです。今までの考え方も踏まえた上で改めて価格と売れる頻度の関係性について見ていきましょう。当然の話ですが価格を上げたら売れる頻度は下がりますが価格を下げたら売れる頻度は上がります。すなわちこの考え方を生かすと我々セラーが在庫コントロールを行うことができます。具体的に在庫が緊張になっているということはあえて売れづらい状況を作り出したい。たくさん売れてしまっては在庫切れになってしまい在庫切れに商品ページ単位でなってしまうとランキングがガツンと下がります。私はこれを骨折したと呼んでいるんですが骨折は一瞬ですが元の状態に戻るまでものすごく時間がかかりますよね。同様に商品ページも一度在庫切れを起こしてランキングが急降下したら元の状態に戻るまで多大な時間や労力、広告費などのコストがかかってしまいます。よって極力在庫切れを防ぎたいわけです。別の言い方すれば売れる頻度をどうにかして下げたいわけですからその場合は価格を上げれば良いという考え方になります。今回の話まとめます。左と右でなるべく分けて考える必要があるものの基本的には商売というのは利益額×回転数で一定期間内に最も利益額が多い販売金額はどれかを見出していくことが重要なもののそれとは別の話として在庫切れを起こしたくないという商品を販売する際の大前提並びにご資金がどのぐらいかという背に腹の問題も勘案する必要があります。よって理屈とすれば、そして理想的には20ドルで販売したいけれども、在庫がもう30個もない、あと5個しかない場合は、10ドルでも20ドルでも30ドルでもなく、一時的にそれこそ40ドル、50ドルで販売し、1個も売れなくてもいいから在庫切れだけは防ぐという戦略を取ることもあるという話です。ネット物販始めて最初の不安というのは自分が調べて販売した商品が売れるかどうかということだと思うんですね。
だから私もコンサルティングの際、初めはなるべく商品が売れやすい環境づくりを生徒さんと作り上げることを目標として進めるのですが、売れた経験をある程度培えて十分自信がついた後は利益額かける回転数に意識を移し、さらに理想の販売価格ももちろん重要なんですが、同様にご資金繰りや在庫切れを起こさないための対策も同様に重要なものですから、そちらにもしっかりと気を配らせる必要があるということです。最後までご清聴くださりありがとうございます。